こんにちは、ゆっちです。本日もご視聴いただきありがとうございます。先週は Q3 を、させていただいて、いろいろタイピングをしたんですけれども、今回は番外編としてこのニューファイさんですかねの AR75 を使って、タイピングをしてみました。難しかったですね。慣れるまでがちょっと難しいかなと思って、青軸系が初めてなので、少し、戸惑いながらやってみました。また最近すごい寒くて、もう手袋や湯たんぽや、これ、耳当てなんですけど、これを耳当て。で、先ほど届いたこの、テントウムシ回路って言って、こういう回路が両手で使えるようになってるんですよね。今ちょっと開けれないんですけれども、そういうふうな、それぐらい寒さを万全にして、寒さ対策を万全にして、配信をさせていただいております。本日はこんな感じの報告です。それでは本日のタイピングです。どうぞ。